けど、はい、でも非常に器用なバッターですよ ね、 そうですね。第1打席はフォアボールでした。ご覧のように3割2分2厘というのは現在セントラルリーグの打率トップです。阿部慎之助、とにかく昨日までのセントラルの打率ランキング3割を超えているのがこの阿部とジャイアンツ坂本2人だけという状況ですので、ちょっと寂しいですね。まあ、ですからそれだけその3割を打っているとはどれだけ価値があるかということにもなるんですが、でも巨人が3人いますからね。上位3人は3位は長の2割8分9厘です。村山さん、はい、マウンド上の中田についてドラゴンズ権藤ピッチングコーチの話です。今日はランナーを出してからセットのタイミングが合っていないなということですね。はいはい、まあ、そのうち良くなるでしょうとのことです。今まさにその状況なんですが、タイミング少し合っていないという権藤コーチの見立てですが、少しね、足を上げるときにね、はい、上体がこうへこむんですよね。お腹がへこんでしまう、はいはい、そういう状態で投げますんで担ぐんですよ、球をね、はいはい、腕をね、いい当たりだ、ライトへ一直線、ものすごい当たりです。阿部慎之助のツーランホームラン、中田のストレートを捉えました。昨日に続いての2試合連続ホームラン、今シーズン第12号、まさに好調阿部慎之助の一振りでジャイアンツ先制です。いや、痛烈なライナーでライトスタンド中段に突き刺さりました。怖いですね。ものすごい当たりでした、完璧ですよ、